きまして、こちらの話題で、まあ、実は、ね、ガスリの便利な検索機能があるんですけれども、こちらがですね、都内のある有名な大学をアプリがいじっているんじゃないかという話題なんですね。どんないじりがネット上で起きているんでしょうか。キャリア、都内などのキーワードを使って検索すると、該当する店や住所、口コミまでもが表示される便利な機能を持つ Google マップ。ところが、この Google マップに分解するツイートが話題になっています。Google マップさんに消えた。そのユーザーは、東京工業